はい、どうもさん、こんにちは。えずっこです。それでは今回なんですけども、Visa Line Pay クレジットカードが5月より2%還元へ、マイランク制度廃止やチャージペイの還元率など大幅変更へということで、今回は昨日に引き続き、Line Pay に関する情報ですね。この動画では、Line Pay や、Visa Line Pay クレジットカードのサービスの改定が発表されたので、そちらについてお伝えします。まあ、現在、Line Pay や Line Pay クレイカを使っている方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょう行ってみましょうっていうことでね、先ほどタイトルでもお伝えしたように今回は LINE ペイクレジットカード含むということで2021年の5月の1日よりいろいろと大幅変更されますまあ、僕のね、Twitter 見られてる方であればすでに情報をご存知かもしれないんですけどもここを細かく掘っていきましょうで、ちょっと公式ページをそのまま引っ張っていきましたサービス提供内容と4月の30日までとそれ以降で分かれてるんですがまずは VisaLINE ペイクレジットカードですねこちら緑のカードということなんですけどもまあ、このカード自体はね、かなり愛用されてる方も多い と思うんですけどもここにも出ている通りサービス初年度特典として LINE ポイントが3%還元というのがねかなりかなり押してて、まあ、それで入会したって方はかなり多いと思います、まあ、僕もその一人なんですけどもその LINE ペイクレーカーが5月の1日以降2022年の4月の30日までの特典として LINE ポイントが一律2%還元となりますなので還元率は1%落ちるんですけども普通にクレジットカードってだいたい0.5%とか1%還元が多いんですけども それが2%還元というのが、また1年続くっていうのは、結構大きいのかなと思います。で、こちらもね、公式ページを見ていただければと思うんですけども、LINE クレカの還元率ということで、カードショッピングご利用還元率、LINE ポイントが一律2%ということですね。LINE クレカはビザのタッチ決済機能を搭載しており、日本のみならず世界中のビザ加盟店で安心、安全かつ、スピーデーにご利用いただけることが特徴のクレジットカードです。確かに。LINE クレカの基本還元率は1%となりますが、 2020年4月より提供している LINE クレカ初年度特典を2021年の4月の30日金曜日23時59分で終了し2021年の5月の1日土曜日0時より新たにカードショッピングご利用還元率は LINE ポイント一律2%となりますということですね。ここにも出てる通り、なおポイント還元の対象となるご利用分変更ありませんということで、これどういったことかというと、これをクリックしたらですね、こちらのページなんですけども、いわゆるどういったものを使ってどういったものが 還元の対象外とか還元の対象になるのかっていうことなんですが、まあ結構ね、これはこのクレジットカードのサービスが始まった時にかなり話題になったんですけども、まあ一応今出てる通りですね、まあある程度の交通系電子マネーとか、まあワオン、エディ、スイカ、モバイルスイカとかパスモとかそういったもので使ってもラインポイントは還元されませんよとか、あと税金保険において1回あたりの支払いにつき5万円を超える分についてということで、これも特に変わりはないということみたいですね。ですけども、一つやっぱり注意点としたらここですよね。年の4月の月 30日までのの期期間間特典内容や2還元の期間は予告なく変更終了となる可能性がございますという風に、すでにもうここで言ってるんですよね。なので、もしかするとこの可能性があるかもしれないということなので、まあ、どれぐらいね、その LINE、もしくは l i n e p y 側がどれぐらいの予算を抑えてるかわかんないんですけども、もしかしたらこれになるかも、可能性があるかもしれないということですね。まあ、僕自身で、ね、正直なところ、5月以降に関しては、あの、もう LINEPE くれ 方はさよならをしようかなというふうに思ってたんですけどもまさかまあ2%還元ということであればまだはさよならはしないでもいいかなというふうにも思っております で、続きまして、LINEPEY c r の次は、こちら、チャージペイということで、まあ、これは基本的には、VisaLINEPEY、クレジットカードを普段から使っている方であればね、もうすでに利用されている方も多いと思うんですけども、いわゆるチャージせず、LINEPEY c r を LINEPEY にセットして、スマホ決済の LINEPEY で決済すれば、マ、ま、イ、あ e、ランクってのがあるんですけども、それに応じて、ポイント還元を受けることができるっていうようなサービスなんですよね。それが、5月1日以降、ここにも出てる通り、LINE ポイント一律0.5%還元となります。なので、l i n e p を たくさん使ったとしてもそのマイランクの精度自体がなくなるのでずーっとずーっと0.5%還元ということになります で、こちらについてもね、公式ページ見ていただきたいと思うんですけども、チャージペイの還元率ということで、チャージペイご利用時還元率、LINE ポイント一律0.5%。チャージペイとは、LINE クレカを LINE ペイの支払い方法に登録いただくことで、事前に銀行口座や現金で残高をチャージしなくても、コード支払いが可能になる機能ですということで、まあ本当にね、すごい便利がいい機能です。で、過去6ヶ月間の LINE ポイント獲得量に応じて変動する、LINE ポイントクラブのマイランク制度終了 にに伴い2021 1年5月1日0時以降マイランクに応じた還元率から一律ででのの還元率への変更とととなりますということで一応ね、チャージペンについてなんですけども、もう普段から利用されてる方であれば、こんな感じの支払い方法ですよ、ということで分かってると思うんですが、ここですよね。プラチナとかゴールドとかシルバー、レギュラーということで、ま、特にその、何もしなくても、ぶっちゃけずっとシルバーでいたりとか、ゴールドで折れたりとか、ま、あ大体多かったんですよね。もうこれ自体のマイランクっていうのがなくなるんですよ。ま、正直このサービスが始まった当初、僕はね、マイランクは確かシルバー スタートかなゴールドスタートがちょっとあんまり覚えてないんですけどもそれからずっとねビザラインペイクレジットカードを使ってずっとプラチナランクをキープしてた状態だったのでまあ実際にマイランク制度が廃止されてラインペイを使ってみてラインポイントの貯まり方がちょっと微妙になるかなっていう風なのは始まってみないとちょっと実感しないところはあるかもしれないですねということで2つ目のシャージペイについてでしたで最後3つ目なんですけどもラインペイの特典クーポンですねでこちらラインペイの特典クーポンなんですけども先ほど出てきたマイランクに応じて 毎月1枚から10枚ほど、まあ、そのクーポンがもらえるということで、まあ、僕、僕はずっとプラチナランクだったので、毎月10枚ぐらいもらってたんですけども、まあ、それがね、なかなかそのクーポンの変更とかもあって、当初はね、結構面白いクーポンがあったんですが、今現在だと全然ね、僕が使い切れない状態で、毎月7、8枚ぐらい残った状態で大体終わってました。で、そのクーポンが5月1日以降は制限なしでクーポンを使うことができるっていう感じなんですよ。ちなみにクーポンというのはこんな感じです。これが今月のクーポンですね。まあラインペ クーポンの魅力的なとこといえば、まあ今出てるようなビッグカメラとか3%オフとか、ちょっと前は5%オフとかだったんですけども、特に上限とかがないので、かなり高額な買い物をするときとかは意外と便利が良かったりもします。もちろんクーポンによっては上限とかあったりするんですけども、まあ使い方によっては結構お得なクーポンとなってます。 で、そのクーポンについてなんですけども、制限なしということで、特典クーポンは l i n e ペの人気加盟店、50社以上を定額定率のクーポンでコード支払いとオンライン支払いで使えて、チャージペイでも利用可能ですと。で、l i n e ポイントクラブのマイランクに応じて、毎月1枚から10枚を選んでダウンロードすることができましたが、5月1日10時以降、マイランクにおけるクーポン獲得枚数の上限がなくなり、よりお得に便利にご利用いただけるようになりましたということですね。なので、ずっとプラチナランクだった方は、ほとんどまあ、違和感 なく使えると思うんですけどもそれ以外のゴールドとかシルバーとかそういった方に関しては今まで以上にクーポンが使えるかなと思うのでお得感は感じるかもしれないですねでですねちょっと公式ページを見たついでにちょっとこちらも見ていただきたいなと思いましてそれがこの FAQ のところですね LINE ポイントの使い道は変わりますかということで、アンサーの2021年3月16日から PayPay ボーナスへの交換が可能になりましたということで、そうなんですよ。まあ僕のツイッター見られてる方であればもう僕がやいたので、まあ、ちょっとした今キャンペーンが開催されてるんですが、これはちょっとまた動画でお伝えをしようかなと思います。まあ、Yahoo とね、i n e の経営統合によってやっぱこれができるようになったっていうのは結構大きいですよね。 あと、ここも出てますね。チャージペイは PayPay ペペ加盟店のバーコードでも使えますかということで、これに関しても、2021年の4月下旬以降にご利用いただけるようになる予定ですということですね、まあ。多分これ順次使えるようになるかなというふうなイメージかなと思います。僕は。ちょっとまだわかんないですけども。ですけども、LINE クレカをお支払い方法に設定して、チャージペイで PayPay ペペ加盟店にて、 コード支払いを利用した場合は、一律0.5%のラインポイントが還元されますということですね。まあ、ちょっとお得かどうかは使い方によっては変わってくるかなっていう感じですね。最後3つ目の FAQ なんですけども、チャージペイは Yahoo カードや他のカードでもできますかということで、現時点でチャージペイにご利用いただけるカードはクレッラインクレカのみですということなんですよね。なんかちょっとここ引っかかりますよね。現時点でって出てるので、もしかすると今後他のカードも利用できるのかなっていうこともなんか匂わせてるっぽいんですよね。まあ これわかんないですけども、もしかするとね、今後出てくる PayPay ペイペイカードとかは、そういったものが使えれば、まあ、ちょっと面白いサービスになるのかなというふうにも僕は思っております。で、最後にまとまった表みたいなのが LINEPay でありましたので、こちらも見ていただきたいと思うんですが、こちらチャージペイを使う時の還元率として、コード支払いと請求書支払い、オンライン支払いする場合でも、常時0.5%還元と。それに加えてコード支払いとオンライン支払いする際は、 先ほどお伝えしてた特典クーポンが使えますよということですね。ですけども、ですけども残高払い、まあビザラインペイクレジットカードを持ってない方ですね。そういった方に関しては普通のコード支払い、請求書支払い、オンライン支払い、タッチ決済ですね。そういったものを行っても還元率は0%になりますよということですね。なので普通に使うんであれば、まあ無理してラインペイを使う必要はないかなというふうにも思います。ですけども、クーポンは使えるみたいですね。コード支払いを使うときは特典クーポンが使えて、オンラインの支払いするときも特典クーポンが使えるということですので、 で、まあ日常でご自身が使ってるお店とかで利用する場合はクーポンを使うタイミングで利用するのもいいのかなというふうに思います。で、もう一つ、Visa ンペイクレジットカードなんですけども、こちらに関しては先ほどお伝えしたように、5月以降に関しては2%還元ということになります。で、最近始まったね、Visa l i n p プリペイドカードに関しては変わらず0%還元のままということですので、 とりあえずね、これを基準に今後 LINEPE を使ったらいいのかなというふうに思います。あと一つ先ほどお伝えした2022年の4月30日までの還元率なので、ここが注意ということと、場合によっては早く終了する可能性もあるということですね。で、最後まとめなんですけども、5月1日以降に関しては、LINEPE クレジットカードが先ほどお伝えしたように3%から2%になるということ。で、チャージペイに関しては機能自体はなくならないんですけども、還元率が一律0.5%還元ということになります。で、LINEPE の特典クーポンに関しては、マイランク制度に応じ 配布枚数というのは変わってたんですけどもそれが取っ払って5月1日以降は制限なしで誰でもクーポンを使うことができるということになります、まあ、そんなこんなで今回は LINE Pay のサービス回転について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました、まあ、正直ね僕の中でビザ・ LINE Pay クレジットカードが3%還元から普通の1%還元になるであろうというふうに思ってたんですよおそらく僕以外にもそう思ってた方って結構多かったのかなというふうに思ってたんですけどもまさかの間を取って で2%還元っていうのがね。ちょっと面白い展開にはなりましたよね。今回この2%還元になったことによって、まあ、メインのクレジットカードで使うかっていうのは、現時点ではちょっと僕も断定はできないんですけども、まだまだ今後面白い使い方ができるのかなという風に思っております。まあ、例えば、その他のスマホ決済と組み合わせたりとか、まあ、こういった使い方がすればお得かなというのも、またこれに関してはまた改めてどこかのタイミングで動画にしようかなという風に思っております。まあ、是非ですね。今回の line pay のサービス改定について、何か思うことがあればですね。下のコメント。い いいただければなと思います今回お伝えした公式のリンクも概要欄に貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました